昨年12月に大谷がドジャース移籍を表明してから3週間以上が過ぎた。未だエンゼルス時代の兄貴分マイク・トラウト外野手は SNS で大谷について言及していない。11月、大谷が2度目の満票 MVP を獲得すると半端ない1年に、おめでとう。当然の MVP だ。兄弟よ、誇りに思うよ、と SNS で祝福していた。これまでにもたびたび大谷に関して投稿してきたが、移籍を発表して以降、SNS こそ更新するものの、大谷に関する言及はない。MVP 3度を誇るエンゼルスのスターの沈黙は何を意味するのだろうか。隙間もなく手首を痛めて涙を流していたと記憶している。その瞬間に、大谷の移籍に関して自分は何もできなくなったと悟ったと思う。勝てないチームではなかなかモチベ保つのも難しいし、トラウトの胸中は想像しかできへんけど来シーズンも応援してるで。再契約のチャンスがあったのにもかかわらず、モレノは拒否したよな。これにもショック受けたやろ。多分、ムーキベッツだったかと思うけど、移籍が決まった後、トラウトは俺のブラザーを頼むぜてメールを送ったっていう記事を読んだ。ごく親しいムーキベッツにメールしたというのが、トラウトがいかに大谷翔平を大事に思っていたかということが伺える。個人的に連絡はしたやろうな。SNS に投稿したら騒がれるだけだろうし。何を言ってもネガティブに捉えられかねないし、自身の去就についてもガヤガヤ言われたくないだろうから、結局黙っているのが一番だと判断したんやろ。エンゼルスのチーム評価がメジャー最低の F ランクに格付けされているのが、それを裏付けている。賢明な判断やと思うで。トラウトが無言でいることは正解な気がする。何か一言でも発すれば記事になり賛否の声が飛び交うやろうしな。何を言っても仕方がないから無言だと思う。来年から敵になる人間にエールは送れないし、さりとて罵れる性格でもない。一言書けばたくさんの捉え方により内容を湾曲されることをわかっているし、それが引いては大谷に迷惑をかけることになるのを理解しているからやろ。